Ranger. どこでも釣ってもいいって言うから、あ、沈んでる沈んでる。やっぱりね、あそこも跳ねた。よりこ、この辺からやろう。流れの中にいるやつだったらば当たりは取れるかもしれない。ほら、今のはひょっとしたら当たってたよね。これは変な動きですね。もう自然の動きじゃダメだよね。ああ、食ったけどダメだった。このフライは相当なんかやっぱり、ちょっと2つ様子を変えるっていうのはあまりよろしくはないんですけど、今やったのはですね、1個は、フライを変えたと。で、もう1個は、ペットを細くしたんですね。まあ一応ね、指が出てないから扱えない。しっかり引っ張ります。お、行きました。まあここが一番上流部。楽しいところっちゃ楽しいところなんだけど、深いです。深いところで今日の6便のゲット、まあ、最上位です。あ、なんか飛んでる。上流部にご家族がいっぱい入り出したんで下流部に行きました。ここは一応フライトルアーの専用のエリアですね。でもうフライが分かったんで釣れるんですよね。これでちょうど抜けましたね。このフライに対する魚の反応がめちゃくちゃいいんで、あそこの流れなんで濁ってきたんだろう。濁ってきてません？そこの奥にいるんですよね。ほら、インジケーター止まったんで合わせを入れるとこう釣れるという感じでしょうか。
ということで中流域に戻ってまいりました。というかまあここがあの管理棟の下なんですけどね。これいるの魚食えばいいんですけど、いますね。大丈夫です。これはいるってことは釣れる魚っていうのもね結構さっきまで釣れてたフライが釣れなくなることだってあるわけですよ。今のマーカーがいきなり動いたから思わず汗を入れました。こういう激しい出方をする時もあるけど、往々にしてやっぱり1投目とか2投目とかね、そのフライを初めて見た時にっていうのが多いですよね。これで30よしまいしましょうか。ずっとつけっぱなしだったね。ああいつからつけっぱなしだった。まあそんな感じですよ。